みちゃん、今は何やってますか？分からへん。編みぐるみの猫ちゃんかな、最初は。でも編みたいのは、ハムスターかウサギかわいいかな。ちっちゃいからすぐ編めますね、それ。もう下出てます。はい、そうですね。だいぶ手で編みましたよ。肩凝るかもしれません。でも目飛んだりもせえへん。ちっちゃいもんね。すぐやで。すぐやね、ちっちゃいもんね。なんかあっという間にさ、最後までいってる時がある。出てんの？何が？出てる？だからさ、こうやってさ、下ろした時に出んの？編んでいったらどんどん下に出てくるね。なんかちっちゃない？当たり前やん。これ自体が丸が、円がちっちゃいねんもん。これ自体ちっちゃいもん、ね、ちょっと1年生には難しいやり方です。ちょっと閉じ方が今までと違うね。うん、これが一番難しい閉じ方で。でも編むのが一番これが楽やけど、閉じるのが一番難しい。日本球って一緒に飛んでんね。そうで、これ、一発ではできない。見事やな。うん、なんか立ちきってきてる。うん、全部閉じました。はい、引っ張っていきます。あ、手が入れない。あそこのね、糸はね、ここに通してね。今は尻尾を作ってます。